パンケーキガメは、爬虫高カメ目陸ガメかパンケーキガメ属に分類されるカメ。本種のみでパンケーキガメ属を構成する。ケニア南部、ザンビア北東部、タンザニア北部最大校長17.8センチメートル。死ユで校長はあまり変わらない。背甲は極めて扁平。生態でも背甲の甲板の間や復興中央部の甲骨板に隙間があり、 乾板が薄いため、甲羅に弾力性がある。俗名、マレコッチャーソスは、柔らかい陸の亀の胃。和名や英明とパンケーキのように弾力性がある、甲羅に由来する。扁平かつ弾力性のある甲羅は、狭い隙間に潜りやすくなるための適応と考えられている。甲乾板はやや大型。円乾板は、左右に12枚ずつある。廃坑の色彩は、 黄色や高褐色、褐色と変異は大きく、孵化直後から、ある甲板は、濃色で、暗褐色に縁取られる。甲板ごとに黒い放射状の反紋が入る個体もいる。復興は大型。喉甲板はやや突出し、左右の喉甲板の間にわずかに切れ込みが入る、個体もいる。復興の色彩は、高褐色で、甲板ごとに、 暗色斑が入りその周辺に放射状の斑紋が入る。復興の斑紋は老齢個体では消失することもある。頭部はやや大型。死は頑丈で、指跡には発達した爪が生える。頭部や死死の色彩は高褐色。卵は長径3.7から5センチメートル短径2.2から3 9センチメートル容体は 甲部縁甲板の外縁が弱くのこぎり状に尖る個体もいる。メスは、廃校が幅広く、高高が高い。オスは、復興がやや凹んだ個体が多く、尾の基部が太くて長く総排出口が、尾の先端寄りにある。頭骨などの内部形態から、地中海陸が目ぞに近縁と考えられていた。 各 DNA やミトコンドリアの塩基配列による分子系統学的解析でもインド陸画メ族や地中海陸画メ族と単系統群を形成すると推定されている。一方で、ミトコンドリアの全塩基配列における最大節約法及び最優法での分子系統学的解析では地中海陸画メ族よりもインド陸画メ族、地中海陸画メ族より分割された。 ヘルマン陸亀族属や四つ指陸亀族属により近縁で、単系統群を形成するという解析結果も出ている。標高約1800メートル以下の丘陵や低山地に、あるサバンナや乾燥したヤブ地、低木林などに生息し、乾燥して、ヤブや有志低木が点在し岩がある環境を好む。白明白母星。岩の下や岩の割れ目などを隠れがとしその周辺で活動し、 一つの隠れ家に複数個体が同居することもある。寒気になると隠れ家で休眠する。危険を感じると隠れ家に素早く逃げ込む。復興を膨らませ隠れ家内で死を突っ張ることで外敵から引き出されるのを防いだり垂直な割れ目を上り下りすることもできる。植生は植物食で主に乾燥した草を食べるが草や多肉植物も食べる。繁殖形態は乱生。 寒気を除いて、周年交尾を行うが、主に1から2月に交尾を行う。オスはメスを追いかけたり噛みつく、ひっくり返すなどして、交尾を迫る。7から8月に、隠れ家の周辺にある地面に穴を掘り、1回に1個の卵を産む。野生家では、卵は12月翌1月に孵化する。卵は、初期発生初期時に低温により休眠死温度が上昇することで、 再び発生するが、ある程度の期間を置けば、ほとんどの肺で発生が再開する。そのため飼育下では、卵が140から300日で孵化した例がある。開発や放牧による生息地の破壊、ペット用の乱獲などにより、生息数は激減している。ケニアでは輸出を制限し、タンザニアでは養殖個体を輸出するなどの保護対策が進められている。 1998年に EU では本種の輸入が禁止されている。しかし過去には本種が分布しないコンゴ共和国やコンゴ民主共和国、モザンビークからの野生個体の輸出やザンビア、ブルガリアなどから飼育か繁殖個体とされる個体が大量輸出された例もあり、密輸が行われている可能性もある。1990年代以降はほぼ日本に輸出されている。 ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。テラリウムで飼育される。適度な大きさの隠れ家を設ける。全身が疲れることができる、水容器を設置する。ケージ内に局所的な熱源を照射し一部が高温になる場所を設ける。ありがとうございます。